バリそばバリそばは山口県特に山口市とその近郊で食べられている麺料理。バリそばと表記される場合もある。太めの揚げた中華麺の上に大ぶりのキャベツ、タケノコ、シイタケ、キクラゲなどの野菜をたっぷり入れゆるめにとろみをつけた鶏ガラベースのスープがかかっている。スープで麺を柔らかくして酢、または酢醤油、ポン酢醤油などをかけて 食べるのが一般的である。第二次世界大戦後に台湾の麺料理を参考に作られたもので山口市にある春来県が元祖だと言われる。2000年頃から扱う店舗がある湯田温泉でご当地グルメとして盛り上げようという機運が生まれた。揚げた麺がバリバリしているや食べた時にバリバリ音がするところから名前は来ているという。スープの具も多いが 麺の量もとにかく多く、店によって異なるが、一人前で二人前くらいの量で出てくる。大皿に盛られた三人前や五人前というメニューも存在し、大人数で取り分けて食べる。揚げ麺を使った料理ということで片焼きそばあるいは長崎の名物である皿うどんに類似しているが、上にかかるものが、あんというよりは、スープに近く、そのとろみもゆるい点が異なる。 また、皿うどんには一般に細麺が使われている点でも異なる。ただし、山口市周辺では、皿うどんそのもののことをバリそばと称する店もある。AB 朝日新聞2000年4月7日、夕刊総合麺、P1。ありがとうございます。